バーモバーモテニスコーチのドッペです。皆さんやっと開幕しますね。全米オープン開幕です。いや本当にね、無事に開幕できそうですよね。もう本当に新型コロナウイルスの感染がひどくなってから、もう広がってきてから、もう今度グランドスラムが、テニスの大会がもう一旦中止になって、ずーっとしばらく中止になって、グランドスラムが本当に開幕されるのかどうかっていうのを本当に不安になってましたよね。分かんなかった。これはね、もうスタッフもまたはプレイヤーもファンもみんなこれは分かんなかったと思うんですよ。でもこれはなんかなんとか規模を縮小して、なんとかなんとか開催できそうですよね。無事に開幕でしてくれて本当に嬉しいなと思ってます。まあもちろんね、今回参加しなかった選手とか棄権をした選手も多くいると思います。まあどこの国でやっても、今回はどこに国でやってもリスクはあると思うんですね。新型コロナウイルスの感染がどこの国でも拡大していますので、これは避けて通れないところではあるんですけれども、でも今回 US オープン無事に開幕してほしい、僕は本当に嬉しかったと思います。しかもこの大会、女子の選手、男子の選手、多くの選手が参加していますよね。こんなに参加しているのは、ね、本当に、ね、僕はね、あ、いいな、よかったなと思います。まあ、もちろん、ポイントを取りに行くんだであったりとか、まあ、賞金を取りに行くんだ、または試合をしたい、プロのツアーの大会をしっかりと試合をしていきたい、その緊張感を味わっていきたいっていうような選手もいっぱいいると思うんですね。そうやってね、日本の選手がどん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 ね、参加してくれるのは本当に嬉しいなと思います。今回の動画はですね、日本人の、誰が出場するのかともね、ご紹介できればなと思っています。そしてご紹介している中で、今回のこの女子と男子の1名ずつ、僕がですね、この選手注目していきたいなっていう選手をですね、ご紹介できればなと思っていますので、最後まで聞いてくれたら嬉しいです。はい、では行きましょう。ではね、今回日本人の選手が誰が出場するのか、もうご存知の方も多くいると思うんですけれども、まずはシングルス。シングルスでは大坂なおみ選手ですよね。大坂なおみ選手、そして土井美咲選手、土井美咲選手、次に奈良くるみ選手、最後に日比野菜緒選手です。この4人もう本当に素晴らしい選手なんですよ。本当にね、僕はね、昔からこの選手はもう日本のトップを走り続けてきてますし、日比野菜緒選手は日本のランクでも1位になったんじゃないかな、昔は。で、奈良くるみ選手もそうですし、土井美咲選手ももう本当に日本のトップの素晴らしい選手ですよね。土井美咲選手は、2016年でグランドスラムで4回戦まで進んでいますよね、シングルスで。なので今回、まあ、大坂なおみ選手と土井美咲選手が当たるということで本当に楽しみですよね。でももったいない、もったいない1回戦からですよ、1回戦から、まあ、楽しむだけでもったいないですよね。まあ、今回ねこの4人選手以外にも、今回ダブルスで2組、日本人ペアの選手が参加します。もう特にね、女子のダブルスのペアはもう上の方まで行ったりとかしますので、ここもね注目していきたいなと思っていますので、ダブルスの女子のペアは1組目は青山選手と柴原選手です。そして2組目は二宮選手と日比野菜緒選手です。日比野選手はダブルスとシングルス両方エントリーしているみたいですね。まあ、このペアもかなり強いので、このね、上まで上がってくれるんじゃないかなと期待したいですね。そして注目の選手なんですけれども、今回どの選手に注目していきたいなというふうに思ったんですが、もうまずは皆さん覚えていてほしい注目の選手、アメリカのソフィア・ケニー選手。ソフィア・ケニー選手、この方は今年の全豪オープンで優勝しているんですね。本当に素晴らしいテニスをしていました。この方はですね、ちょっとご紹介していきますと、この優勝した時なんですけれども、準決勝で今世界ランキングナンバーワンのアシュリー・バーティ選手に勝って、しかも決勝戦で元世界ランキング1位のムグルサ選手、このスペインのムグルサ選手に勝って全豪オープン優勝しているんです。もう2人の世界ランキング1位に勝って優勝しているんですよね。まあ、もちろん大坂選手もグランドスラム優勝した時はセレナ・ウィリアムズ選手に勝ったりとか、他のランカー、他のトップランカーの人に勝って優勝したんですけれども、この選手もかなり素晴らしいです。まあ、この選手ね、どんなところがすごいかっていうと、ただただパワーテニスをするだけじゃなくて、ただただ力で押していくだけじゃなくて、この方のすごいところはこうバックハンドでスライスを打ったり、ドロップを打ったり、ロブを打ったり、またはもちろんフォアハンドで決めていったりとか、いろんな変化のあるバリエーションのあるショットを多彩に打っていくんですね。パワーテニスというのがとても流行ってきていた時期があったんですけれども、最近の女子のテニスでもこういう、スタイルが増えてきていましたよね。アシュリー・バーティ選手、先ほどお伝えしましたこのアシュリー・バーティ選手、オーストラリアの選手の方もですね、結構こう変化をつけて攻めていく、またラリー展開していく、そういうテニススタイルが
最近増えてきていますので、このスタイルに特化してもう本当に自分のものにしている選手、この方がソフィア・ケニー選手なんですね。これはね、見ているだけで面白い選手です。ぜひぜひね、この選手覚えておくといいかなというふうに思います。さらにソフィア・ケニー選手可愛いんです。可愛い、まあこれはどうでもいいかでもね、可愛いんですよ。インスタグラムとか見てみてください。めちゃくちゃ可愛い。ぜひね、注目していきましょう。はい、では次、男子なんですけれども、男子はもう日本人の選手もですね、かなりいい選手揃っていますよね。もうね、ご存知の方も多いと思うんですが、まずはね、今回ご紹介できればなと思っています。まず1人目は西岡良仁選手。もうこの方はもうご存知ですよね。そして西岡良仁選手も話しちゃいますけれども、1回戦でアンディ・マレー選手と当たるんですよ。アンディ・マレー選手、西岡選手言ってました。僕はやっとビッグ4全員と当たることができる。もう1回戦からワクワクしていると。復帰戦がこういう形の試合になって僕はワクワクしているというふうに言っていますよね。もうアンディ・マレー選手に当たることによってもう気合いはすごい入っていると思うんですよね。アンディ・マレー選手も先ほどのシンシナティオープンでもですね、すごいいいテニスをしていましたので、もう本当にどっちが勝つか本当に僕はわからないと思います。アンディ・マレー選手が優勢というふうに言っている人もいるとは思いますけれども、僕はね、西岡選手もう僕は勝っちゃうんじゃないかなと思いますぜひね、応援していきたいなと思っています。そして他の日本人選手なんですけれども、内山康隆選手、そして添田豪選手、杉田雄一選手にダニエル太郎選手、もう本当フルメンバーですよね。トップスター、日本のトップスターが参加します。錦織選手がね、今回欠場になってしまったんですけれども、このメンツが揃えば十分ですよね。もう本当に楽しみです。ぜひね、今回日本人選手もういいところまで行ってほしい。もう本当勝ち上がってほしい。そして歴史を作ってほしいですよね。本当に嬉しいです。そして今回男子で、日本人選手以外で注目をしたいなという選手が誰かというと、もう皆さんもうこの方でもね、皆さんもご存知の方もいると思うんですけれども、今回はご紹介したいのがオーストラリアのアレックス・デミオ選手です。アレックス・デミオ選手、このアレックス・デミオ選手は僕ね、 2,3 年前ぐらいから結構いいテニスするなというふうに思っていて、実はね、密かにね、注目していたんですね。何がいいかって、この方一回 YouTube で見てみてください。このアレックス・デミオ選手のテニス、もう一回見ただけでファンになっちゃいます。あ、この人すごい、もうすごすぎる、何なんだこの人のテニスはっていうふうに思うんですよ。この方はですね、もうね、どんなテニスをするかというと、スピード感のあるもうフットワークと、そしてカウンターショット、そしてストローク、ショットを決めた時のガッツポーズ、もう表情であったりとか、もう表現力が半端ないので、この人のテニスを見てるだけで本当に楽しいんですよね。一球一球、1ラリー1ラリーが本当に一球入魂な感じで、一度も見たら絶対ファンになってしまいます。このアレックス・デミノ選手はフェデラー選手とオーストラリアの、レイトンヒューイット、この2人に憧れて、テニスを始めたというふうに言っています。この方は本当にね、最後まで諦めない、この最後まで諦めないでボールを追いかけるメンタル、ファンの心をつかむような、ラリーをしていくんです、試合をしていくんですよね。ぜひね、このアレックス・デミノ選手、これから僕はね、今ランキングが、世界ランキングが今は、28位で、最高18位まで行った選手なんですけれども、僕はね、この5年以内にトップ5に入ってくるんじゃないかなと思っています。ぜひこれから、今年もそして来年もこのアレックス・デミノ選手、本当にね、注目してほしいなというふうに思っています。はい、ではね、ちょっと長くなってしまったんですけれども、明日から全米オープン開幕していきますので、最後まで応援していきましょう。はい、ではね、今日の動画がここまでになります。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、チャウチャウ、バイバイ。